創業から赤字なし、 IT で支える防災のプロ集団と。3分企業研究アット福岡、今回は向陽無線株式会社をご紹介します。福岡市博多区に本社がありまして、防災にまつわる機器やシステムを開発していらっしゃる会社です。ポイント3つありまして、まず1つ目、 IT で支える防災のプロ集団ということで、向陽無線さんどんなシステムを作っていらっしゃるかといいますと、例えば河川の水位や雨量を測るセンサー、また浸水状況を可視化できるシステムなどを作っていらっしゃいます。川の近くに監視カメラやそういった機材を設置することによって、何か氾濫が起きそうなところへアラートを立てたりですとか、我々の安心安全な暮らしを守るお仕事をされていらっしゃいます。通常こういった業界の競合となるのは、日立さんや富士通さんといったナショナルブランド大企業が相手になることも多いんですけれども、向陽無線さんは防災情報の配信という分野では地場企業トップクラス、かつ独立系の企業としても知られています。皆さんがニュースなどでご覧になられる河川の災害状況のお写真などは、向陽無線さんが提供しているお写真の可能性が高いというふうにもおっしゃっておりました。ポイント2つ目、創業から赤字なし、素人からでもプロフェッショナルになれると。向陽無線さん創業から56年間赤字なしという堅実な経営を続けてこられたんですけれども、30人社員さんがいらっしゃる中で26名が技術者の方だそうなんですが、約半数がですね、入社後に資格を取得されたということです。先輩から後輩にしっかり教えてくれる風土があることによって、未経験の方でも安心してチャレンジできる会社です。ポイント3つ目、全員参加型経営、風通しの良い社風ということで、社員さんの給料以外の経営数値は全て社員さんにオープンになっているそうなんですけれども、月に1回社員さんがしっかり会社の経営状態を見れる状況であるということが一つ安心ポイントとして言えると思います。また、若松社長はですね、繁忙期になると、頑張っている社員さんのために週に2回カレーもしくはシチューをですね、作ってあげるという文化もあるそうでして、このあたりもすごく家族的で、トップと現場が一体感となって仕事をしている様子が伺えると思います。ということで、向陽無線株式会社、IT 業界特に防災分野で活躍したい、人々の暮らしを守る仕事がしたいという学生さんにとってはおすすめです。チェックしてみてください。YouTube のご視聴ありがとうございました。私たちは企業専門のインターネットテレビ局として、元気な会社、社会に貢献している会社、役に立つ会社、面白い会社、こういう会社を日々取材し、こうやって YouTube を含めて発信しています。就職先を探している、いい会社が見つからない、自分にはどんな会社が合うんだろうか、こういうことに迷っている方がいらっしゃったら、詳しくはこの動画の説明欄からご覧になってください。